人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方はこちらの無料メールセミナー、人生を変える7つの魔法に今すぐご登録ください。登録いただくと特典動画も見られるようになります。今回はいつか役に立つかもしれないというセミナーは一生役に立たないという話をしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。このセミナーっていつか役に立つんじゃないかなと言って30万50万とかね、なんか高額なセミナーに行っちゃってるっていう人も結構多いんですけれども、100万円のセミナー、200万円のセミナーでいつか役に立つかもみたいな、いつか役に立つので200万は高いでしょというふうに思うんですが、どうでしょうか。だってさ、コーチングセミナーとかなんかいつか役に立ちそうじゃないですか。でもね、コーチになるんだったら意味あるけど、100万円200万円でコーチングのセミナーを受けても意味なくないですかね。いつか役に立つ、そのいつかは来るんでしょうか。スイートスポットが陶芸家とか、スイートスポットが油絵画家とかだったらコーチングの資格全く意味ないですね。なのになんかこうコーチングのセミナーとかってやたらこう広告で出てきたりとかさ、あのセールスがきつかったりとかさ、なんかそんな感じでコーチングセミナーとか申し込んでる人いるんですけど、大抵あなたの人生と関係ないですからね。いつか役に立つかもしれない、立ちません。いつか役に立つかもしれないじゃなくて、やっぱりそうじゃなくてスイートスポットを見るっていう、そっちの方が重要じゃないですかね。でそこで関係あるなこれとか、油絵画家ってスイートスポットだったら油絵教室とかに全額お金を突っ込んだり、画材にお金を突っ込んだりした方がいいので、これいつか役に立つはね、セミナーに関しては本当に高額セミナー役に立たないことが多いなというのが実感です。僕はねあんまりね、そのいつか役に立つかもしれないっていうね、怪しい心理学セミナーには行ったんですけど、本当に役に立ちませんでした。いつか役に立つかもしれないっていうふうに思って外国から来た人のねセミナーに行ったことがあって、でどんな心理学セミナーだったかっていうと、壁にこうやって頭を押し付けられて、どんな気持ちがしますか、嫌です、そう、その嫌だという思い、それが心理学ですっていうセミナーだったんですね。誰でも嫌だわ誰でもそんなことだったら嫌だ、それが心理学セミナーですって言われてももう最悪と思って、いつか役に立つかもしれないと思って心理学のセミナー行ったんだけど、全く役に立ちませんでした。忘れるだけです。まあ、嫌な思い出だけは残ってますけどね嫌な思い出は残ってるけど、だからね、このいつか役に立つかもしれないじゃなくて、気がついたらあのスキル役に立ったなって後から回収していくって感じですよね。で僕が小論文の勉強していたとかがまさか作家になる時に役に立つと思わなかったりとか、一生懸命頑張ったことが後からね、偶然にもそれって役立つんですよ。でそれが分かるっていうのがね、とてもいいことだと思うので、いつか役に立つかもしれない、そんなセミナーは一生役に立たないというふうに思ってください。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。